線の横って知ってる？左か。これだね、キャンプ場。あ、ここだ。バーベキュー場。ですけど、はい、一棟が7600円、はいはいはい、サイトが一サイト、あの部分ですね、はい、4300円。あ、じゃあ車入って4300円、そういうことですね。テントを張っていただいて結構です。あ、はい、いただきます。私はブルー、なんだっけな、味なんかリンゴだったよね、はい、焙煎コーヒー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 、おお、コーヒーゼリーの匂いする。そりゃそうだろう。おい、どう、激うま。あー、ゼリーの味、大人の味、大人の味する。はい、わいわ。子供の味。甘いってことね。甘い。これリンゴのシャキシャキ感が美味しい。でもちょっとこれレモン入ってんのかな。それなんですか、パイナップル？あ、リンゴ？うん。あ、一瞬でなくなってまう。ね。タイヤ与えるやつを間違えましたよ。俺でも結構早い方だけど、俺以上に早いですからね。10個食える。タイヤ与えるやつ間違いだもん、絶対。うまっ。ああ。うまいわ。なんで笑うの？うまっ。なんかいいね。ね、こうやって普通に。ね。いいでしょ。いいよ。最高っすよ。ね。だって街をブラッとして、ちょっとね、疲れたら駐車場止めてこうやってお茶して。冷蔵庫もあるしね。なんだったらちょっと仕事したいもん。ね、そう。仕事したいって言ってこういうところで仕事ができるから。ああ、まあね、確かに。ほら、リモートワークとかでさ、ね。いやー、最高だね。たまらんね、これ。もう喋らんやん。もう寝ようとしてない。でも寝れるよね。満喫してる。ね。どう、初めてのこの南箕輪村。いや、よかったですね、今回も。そうね。何、どういうとこ、なんかやっぱ人の温かさ感じるよね。まあ、結局はね、うん、そうなっちゃいますよね。これでも気をつけなきゃやばいね。1年後ぐらいにこの番組やってたらめっちゃ太ってる可能性がある。確かに空量半端ないから。デザートまでね。必ずデザートも食って、で、道の駅で地元の美味しい野菜を買って、はい、あれ持ち帰るじゃん、はい、家で食べてるでしょ、はい、太るね、太る、気をつけないと、うん、南箕輪村旅をしましたけど、お土産ちょっと
最初にプレゼント用のね、ねやつをちょっと出しますか、はい、先ほどね、うん、道の駅で買いました。今回のプレゼントはジャムです。ジャム寝台ジャムって言ってね、寝台ジャム、寝台生はちょっと、ね、面白いね、ね、うん、これが全部違う種類でね、はい、5種類あるので、これを5名様に、ね、はい、5名じゃねえだろおいびっくりしたわ1名様に、1名でね、これじゃあまたどっか書きますかね。そうですね、サイン僕と佐藤拓が、そうですね、はい、何瓶にする、こっちかな、こっちでいいんじゃないですか、こっちに書くか、はい、こっちにじゃあ書くんで、じゃあ1名の方に皆さんプレゼントします。はい、その前にチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ということで次回ですよ、佐藤拓さん、はい、あれ前回、いやもう見てこのガサツな、もう破いちゃってっから、もうそのガサツさ、もうそういうとこ焦らすから、いや誰も焦らしてねえし、次回はって言うからマジ汚いほらもうね、集中して、これあの冗談のセロハンテープで貼ります。いいよ、箱変えるから、専務に報告しとくからな、チクんな、すぐチクんな、チクるから、チクるから。じゃあ次回はということでね、あれ前回は俺が引いたんだよね。そうっす、 OK。 じゃああ、僕でいいですか。いいよ、待って、ちょっとちゃんとね、あるかどうか、はい、ね、ありますからね、ちょっと混ぜる、オッケー、いいよ、いきます、はい、何が出るかな、何が出るかな、じゃ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 でん、お、何何、大桑村、まあ、遠いとこ、お前、大桑村ってどこですか。これ僕も行ったことないな、多分下ですよ。あ、これや、あった、揚げ町町、南木曽町の間、渚町の間、なぎそ町っていうの、はい、なぎそ町、あげまっちょ、遠いね、じゃん、遠いとこ引いたな、またここは、こっちは何県、岐阜県、岐阜県、大桑村ってあそこじゃなかったっけ、あれはどっちだったっけ、あげまつだったっけ、あのエメラルドグリーンの、何ですか、ああ、あれはね、あれどっちだったっけ、川、アデラ、アデラ渓谷、アデラ渓谷、あれ大桑じゃなかったっけ、お、あれ、いいね、めっちゃ綺麗だよ、マジですか、あれが大桑村だったら子供たちめっちゃいるかもしれないけど、確かに関係ないっすよこのお前が一番子供だもんな、クワネタだ水着持ってこないとね、遠いな、遠いぞ、アデラまでは、ちょっと早めに出発ですね。まあじゃあ次回もちょっと遠いけどね、ね、早起きして、早起きして大桑村へ行きたいと思います。はい、よし、じゃあ荷物積んで車に乗り込んで、はい、でもなんだかんだいい旅だったね、やっぱり。そうですね、ね。